まあ、正岡さんでもこうやってハンバーグ師匠といい小沢さんのこの甘い言葉を吐いて時を止めるという技といい、どうなんですかこれ、ハリウッドに通用するんでしょうか。うん、通用しませんですね。てめなんつって今ごちょごちょごにょごにょごにょってなっちゃったから今。そうなんですよ、あの一応役者なんですけど、アメリカで英語であのやってるのでちょっと甘噛みが多いんです。先生、いやそれは全然大丈夫。やっぱあのハリウッドデビューするにはやっぱ英語はやっぱ絶対必要ですよ、ね、英語は必要です。何か、ましてる単語ありますか。もちろん、もちろんナチュラルなやつできますよ。やってやれ。いいですか。ジュンはだってあのスピードラーニングやってました、はいはい、ああ、そうなんですね。向こうの女優さんをすごいネイティブに発音できますよ。ジュリア・ロバーツを。ジュリア・ロバーツ、はい、いいですか。ジュリア・ロバーツ、いかがですか。あ、先生、ちょっと時が止まりました。また時止めた。また時止めた。すぐ発動するな、もう。自分で使いこなせてないですよ、すごいですね、じゃあ。だとしたら。マクドナルドもいけるもんね。あれもいきますよ、ファーストフードのやつ。マクドナルド。あそこハンバーグじゃないんですね。塩か。マシオカは割といじるタイプ。さすが。ちょっとウケるんですよ。とんでもございません。ありがとうございます。いやー、ハンバーグ師匠もこれでハリウッドデビューいけるかもしれないですね。いけるんですか。どうですか。いや、ダメですね。ダメ。ダメだ。ダメですよ。いけるかどうかわからないじゃなくて、ダメ。だってこれだけですよ。ハンバーグジョークを英語で言いますよ。あ、じゃあ言って、今言って。いや、今はできないけど。ほら、困らす、割と。これは大事。ハンバーグ一つのジョークだけど、だけだと難しいですね。あ、そうなんですか。やっぱしあのすごいシュールな笑いじゃないですか、うん、アメリカの笑いってシュールだけだとあの、ね、長続きしないんですよ。なるほどね。しかしやっぱ僕勉強になりますね。何が。これ気がつかなかったんだけど、ハンバーグ師匠ってシュールな笑いだったんだ。そう、俺ただの大声だと思ってた。ビッグボイスだと思ってたんですけど、ね、シュールか。じゃあスピードワゴンのお二人は、はい、まだまだハリウッドデビューは難しい。あ、でも可能性はありますよ、うん、マジで、はい、やった、頑張ろう。これは皆さんありがとうございます。特に進めてください。どんなところ可能性が可能性、いやでも度胸があるじゃないですか。度胸ある順は、やっぱり皆さんの前でこんだけ、ね、はい、大声出して勢いのある、大声出して、そうなんですよ、皆さんの前で大声出せます。皆さん、その勇気を大切ですよ。ありがとうございます。それは素晴らしいです。とんでもございません。ね、でもそうですよ、だってヒーローズリボンだってまたね、はい、日本のね、こう新しいキャラクターも出てますから。刀がある、あ、はいはい、そう彼女ね、だからこうやってね、どんどん世界に日本の人たちが広がってるということで、マシオカさん本当に日本にいろいろ詳しいでらっしゃいますから、日本代表のいろいろやっぱりチェックもされてるんですか。そうですね、やっぱし日本の情報番組とかお笑い番組好きなので。あ、今じゃあ日本のスポーツで何流行ってるところご存知ですか。日本のスポーツ、あ、でもなんか最近なんかラグビーがワールドカップですごかったみたいですよね。なるほど。で、あ、なんか聞いてんですけど、なんかすごい、なんか五郎丸さんに似てるって聞いてんですけど、ね、ちょっと今日忙しいですね。あれどうしたの、どこ行くの。え、何ですか。五郎丸、ちょっとわからない、五郎丸さんとかわからないですけど。おっ、あ、なんかおハリウッドデビューできるかもしれません、これで。ちょっと待ってくださいね、仕込みに時間がかかってます。いや、それいらないんだよ、それ。何ですか、何ですか。やるだけだから。でも五郎丸さんとか忙しいから絶対来てくれないと思いますよ。あ、そうですか。難しい。あ、止まりましたね。ちょっとあの、マシオカさん前から見た方がいいんじゃないですか。おお、まあ、なるほど。どうコメントすればいいんでしょうか。困りますね。これハンバーグ師匠が五郎丸をやるっていうことですね。もうこれ誰一人正解わからないまま進んでるんですよ。いいですね。しかも向こう行っちゃいましたけど。ねえ、ジュンさん、真ん中さんにもトライお願いします。大丈夫ですか。いますね。すごいサービス精神ですね。あ、すごいですね。これ一応ヒーローズリボンのイベントなんですけどね。五郎丸さん、あのオーストラリアのことはどう思いますか。楽しみですか。もうレッズ2月から行きますから非常に楽しみですね。
その前にですね、11月の13日からあの国内のトップリーグ始まりますので、まあ、チケットの方は完売してますので、その辺はご了承ください。大好物はとんかつです。キャラ設定が分かんなくなってきたの。いや、そりゃそうでしょ、この格好でヒゲつけてんだから。あ、でも増岡さんどうですか、こういうね、体を張ったいろいろなこうお願いにも応えてくださるという。いや、素晴らしいですよ、もう皆さんやっぱり頭の回転早いですね。じゃあヒーローズリボンにも行けるかもしれませんか。そうですね、全然ね、もうちょっと残念ながらちょっとリボンはもう撮影終わったので。あ、なるほど。じゃあリボンリターンズ、リボンリターンしたらぜひ。はい、またまた危ないでかみたいなやつ。うん、なかなか終わらないやつね。ぜひぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。増岡さん、ヒーローズリボン、これからも楽しみにしてる日本の方々たくさんいらっしゃいますので、ちょっとメッセージを一言いただければと思います。あ、そうですか、はい、ヒーローズリボンの Hulu さんで、はい、独占配信ということで、はい、今5話ですね、あのシャープ5ですかが、放送中なので、シャープ6から、僕のヒロが戻ってきます、うん、なので、楽しみにしてください。なんでニヤニヤしちゃったの。いや、面白いなと思って。じゃあこれ締めるタイミング、これ叩くってあるんですか、うん、じゃあどうですか、ね、ヒーローズ見てくださいの後に。あ、なるほど。ヒーローズ見てください。ハンバーグリボンって素晴らしい。リボンでやりましょう。あ、そう、わかりました。リボン、わかりました。じゃあヒーローズリボン、ぜひ。ちょっと待ってください。せっかくですから真ん中に行きましょうか。じゃあ増岡さんもリボーンって言っていただいてもいいですか。こっちがリボンって言うんですよ。僕で言いますよ。増岡さんも言いましょう。あ、それか、最後でもやっぱ最後は増岡さんのやった一緒にやりたいです。そうだよ、よく考えたらわけわかんないじゃん、ハンバーグで。ハンバーグで終わるの、ハンバーグで終わるの意味わかんねえ。いいじゃないですか。お前もそう振ったろ、だってやっぱハンバーグじゃないよ。そりゃそうだ、最後やったでしょ。そうですよ。なんで増岡さん来てもらってハンバーグって言わそうとしてる。いろいろ俺もキャラは渋滞起こしてんだもん今。すいません、本当に。いやいやいや、それでヒゲもつけて。じゃあちょっと改めて、はい、じゃあヒーローズリボンがいよいよね、はい、こう今大ヒット中でございます。たくさんのね、日本のファンの皆さんに向けて増岡さんからメッセージをいただきたいと思います。はい、ヒーローズリボン、Hulu さんで独占配信です。ヒーローズの世界から5年後の、物語です。うん、皆さんぜひ、ヒーローズリボンよろしくお願いします。せーの、やったありがとうございます。すごいですよ。本当に超能力者です。ちなみにハンバーグ師匠は、はい、ヒロと同じようにあの時を止める、まあ、時空間移動できる能力あったら何に使いますか。俺ですか。はい、例えば過去に戻るとか何かあったら何かありますか。増岡さん、純は過去にやり直したいことなんて何もないよね。ないですよ。いや、そういうのぶっこみですね。やり直したいことなんかないはずなんですよ。ね、8年前に戻って幸せな家庭築きたい。そうですか。ありがとうございます。すみません。やったー。ありがとう。3つ目今日。じゃあ、楽しい会話の中で写真撮影を行いたいと思います。焼きそばコマーシャル記念で。普通に撮りましょう。普通に撮りましょう。まずはね。はい、もう少しください。はい、ありがとうございます。俺はこれやってますね、じゃあ。